おいお前らうるせえよ。はーい、みんな席について。今日は宿題にしてた自由研究の発表会をしたいと思います。みんなちゃんとやってきたかな。それぞれ自分の好きなテーマについてまとめてきてもらう約束だったわよね。それじゃあ自由研究の結果を発表してくれる人。はい。お、元気がいいわね。それじゃあおとくん発表してもらえるかしら。はい。僕の自由研究1年1組ネバセイオト、僕の自由研究のテーマは VTuber です。おー、 VTuber 最近人気だよね。はいはい。僕は VTuber 文化の置かれている現状分析、あるいは業界全体における将来的なビジョンについて調べてきました。突然ですが、皆さんは VTuber 業界の現状をどのように捉えているでしょうか。おそらくレッドオーシャン化、レッドオーシャン、コモディティ化、コモディティ化といった傾向を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。しかし僕はさらにもう一つのパースペクティブを加えた上で業界をクリティカルに分析するべきだと考えています。あー、そうだよね、クリティカルに分析するべきだよね。その時重要になるキーワードがライブ配信です。現在日本の VTuber 業界はいわゆるライブ配信勢と呼ばれる生配信を中心としたコンテンツが勢いを増しており、箱推しなどの文化が定着しています。またスーパーチャットによるマネタイズも盛んで、先日スーパーチャット累計金額の世界ランキングでトップ10に日本の VTuber7 チャンネルがランクインしたことで話題にもなりました。こういった業界の動向は日々進化を続けており、一 VTuber ファンとしてひとときも目が離せないなぁと思いました。はい、おとくんありがとう。とってもよく調べ、はい、ここまではですね、現状の分析について語ってまいりましたが、さらにここから業界の将来的なビジョンへと考察を進めたいと思います。おとくんキャラ変わってるよ。はい、先ほど挙げた諸要素に付随して今後の業界の展開としては以下の要素が重要な役割を遂げると思われます。まず1つ目 5G、 そして2つ目が VR テクノロジーです。この2つの技術が発展することにより VTuber の表現は格段に豊かになると信じています。そしていずれは媒体の制限も超えてリアルイベントの活発化や全く新しいコミュニケーションツールが生まれるでしょう。ユーザーが VTuber に近づける、触れられる、まるで同じ空間にいるような感覚を得られる日が来ると想像すると震えが止まりません。いや本当に楽しみですね。早く未来が来ないかななんつってね。はいはいはい、はい、音君ありがとう、はい、本当にとってもユーザーの体験が変われば文化そのものが変わります。はい、もう授業はおしまいです。みんな気をつけて帰ってね。きっと新たな体験を享受して育った世代はいずれ大人になって僕たちが想像もしえなかった新しいエンタメを生み出すのではないでしょうか。そんな未来をこの目で見るために僕は長生きしようと思っています。おとくん、もう授業終わったよ。長生きするために野菜をいっぱい食べてます。キャラ戻さないでよ。ビーガンもたくさん食べてます。いやもう自由研究じゃなくなってますよ。はい、ここまでは僕の健康意識の話でしたが、ここからは VTuber 業界のこれまでを振り返りたいと思います。はい、先生も帰ります。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタン。